この辺で回復を。マジで？これあれかな？え？ない。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、さあ行きますかね、早速。乗り込んでいくぜ。めっちゃ亀の甲羅がプカプカしよる。はい、砦の鍵。ちょっとね、若干この辺まで私進んでしまっとって。ちょっと若干ね、この辺まで進んでしまっとって、本当はね、ここにノコノコがおったんよ。ノコノコがおって、それをやっつけたら砦の鍵が出てくるという。そんな感じやった。そして、ああ！いや、このスターポイントもなかなかたまらんしね。ああ！いや、一応若干体力は増えたんやけど、それでも。それでもって感じやけん。お。え、なになになに？鍵閉じ込めたんですけど。これでマリオは先へは進めないぜ。ちょうどそこに。うお、マリオ。しかし、俺たちのところまで来れるかな？戦いの気配。この刺激がたまらないね。追いかけろ、追いかけろ。え、この鍵は？あはー、取れない。そんな隙間から取れるわけないか。え、なに？なんか出てきたんやけど。え？全然入れんやん。なに？すり抜けてきた？どういうこと？ずるくない？ずるくない？すり抜けとかさ。そういうのよくないよ。ひえ。これさ、レベルが1上がってもさ、あれやん。1レベル上がるごとに、何か一つの能力しか伸ばせんやん。それがちょっとね、いかんよね。と思うんよ。めっちゃ思うんよ。最近のゲームって、一つレベルが上がったらもう、全体的に能力上がるやん。それがないけんな。辛い。しかもスターポイント100でやっと1レベルやろ？なんかレベルが低いけんって経験値たくさんもらえるわけじゃないけんさ。ん？進めた。お？これはあれかな？またそこの、ういー！あ！こいつをやっつけたら鍵が出てくるパターンか。いくぜー！やっぱりタイミング間違えとったけん、それさえ分かれば大丈夫って感じかな。本当はね、守備瓶コーラで一気にダメージを与えたいんだけども、だけども、私、体力を優先して増やしていきようよね。レベルが上がるごとの。でもそれ優先したら、技を使うためのフラワーポイントが全く伸ばせんかって。え、どっちかしか伸ばせんとかめちゃくちゃ嫌な仕様だな。昔のゲームってめっちゃ難しいよね。そのなんかシステムが整ってないっていうところがめちゃくちゃ難しいよね。ああ、どんどん体力が削られていく。当たり前やけど、めちゃくちゃ体力が削られていく、辛い。しかもこの回復スポットも全然ないっていう。8スターポイント。お、スイッチ出てきた。これを押したら開くのか？でも鍵穴あったよね。お。なになになに、崩れる。あ、階段下がってきたけど。何？あ、地下？地下が現れた。間違えた。視点ぐるっと回そうとしたけど回らんわな、このゲーム。こっち落ちんのか、別に。え、こっちもなんか行けるっぽいけど。行こう。何？ゼルダの伝説みたいな。
あ、これあれか。こいつらを、びっくりした！ちょっと待って。こいつらをやっつけんと、ここから出られん感じね。いやそういうのやだわ。ナイスにならんかった。ちょっとこの辺で回復欲しいんですけど。ねえ。回復スポット欲しいんですけど。てか、何体おった？敵。なんか結構おらんかった？絶対きついやつやん。ね、確実にきついやつやん。ちょっとやめていただきたいんだが。ああ！これ防御するとかないん？いるやろ、そこは。起き上がりそう。大丈夫か？起き上がる前にやっつけてしまいたい。オッケーオッケー。のこのこはね、こうやって倒しとけるのが、まだ救いか。よし、このカメキで。オッケーなはず。よし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 。いや、この一回で終わりならいいんやけどさ。回復をくれよ。ハートを出せよ。なんか出てきたけど。アイテム？よしよし。まだおる？ああ、おるし。これでラストか。何体おるんかな、これ。これで。やったー！どういう仕組み？どう見てもね、扉とかじゃなくって、岩に直接穴開けとるようにしか見えんけど。どういう仕組み？で、この辺で回復を、マジで？これあれかな？え？ない。これダメージ受ける系よね。待ってよ。キャー怖い。あ、大丈夫やった今。いけたー、すごい。おー、大丈夫やった。やったね、鍵。砦の鍵ゲット。帰り書は消しといてくれんかな。辛い。なんか逆回りになった？やめてよ、そういうの。ですよね。もうそのまま通ってしまえばよかったね、最初。あ、いけた。めっちゃ普通にいけた。これきつくない？普通にきついよね。だし、持っとる回復さ、体力じゃなくってフラワーポイントの回復なんよね。こっちなんなんやろ。回復あるかな？とかって入ってってね、ボスとかやったら終わりなんやけど。お？これ、あれか？捕まっとる、ボム兵たち？なんか、何もできないけど。ん？入っていくこともできないけど。ここにカメキぶつけたら。はぁ、何もできんかった。何も話せないんすね。でも絶対捕まっとるボム兵たちよね。こき使われとる使用人ってやつやろ？どんどん進んでって大丈夫かな？大丈夫かな？私持っとる回復さ、ハートじゃなくってフラワーポイントの回復なんよね。とりあえず、このゲームは、セーブが大事と、見た。よし。よし、こまめにセーブしてこう。ミステリー並みにこまめにセーブしていくわ。なに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 ？あれそ、ん？これでよしっと。絶対なんか仕掛けたやんって思ったけど、でも、こいつ本人が通った時何もならんかったね。落とし穴か仕掛けやんかなって思ったんやけど。スイッチ式？絶対あそこのさ、アイテムを狙って飛んだ時に、なんか罠が作動するよね、あれ。あ、こんなとこに、これセーブやろ？とりあえずこっちでもセーブしとくか。どこでもセーブと、まあ、こっちのセーブ両方しとくわ。読み込み中ですみたいなの全然出てこんよね、あれ。
出てきとるっけ出てきはしとるんか。なんか一瞬よね。そんな一瞬でセーブできるデータ。まあ、今のゲームに比べて読み込むデータ自体が少ないんかな。確実に罠やと思うけど、とりあえずセーブしたけん行ってみよっか。はぁ。なるほどね。そういうことか。あのボックスを叩かんかったら、落ちん感じなんやね。やいやい、ざまあみろ。ママっともされたな。あ、ここに落ちてくる？やったやん、ハートあるよ。え、なに？何が降ってきたの？ここに来るんやね。あら、何が降ってきたのかと思えば、あんたもしかして、マリオでしょ。こんなところで有名人に会えるなんて思わなかったわ。有名人。あたい？あたいはピンクボム兵のピンキー。よろしくね。かわいい。とりあえず回復させてください。でもどんだけ体力減っとっても必ず満タンにしてくれるのはいいなと思う。え、速攻で、速攻で回復するんや。これなんか画面切り替えとかせんかったら回復せんのかと思うんだけど。ねえ、めっちゃモク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 打ってきたんやけど。ノコブロスなんかにこき使われるのは僕のプライドが許さないんだもん。僕はボム兵としての自分に誇りを持ってるんだボム。語尾かわいい。だからどうやったらここから出られるか考えているボム。ああしてこうして。うわ、計画が複雑すぎて頭が爆発しそうボム。やめてやめて、怖い。そしたらみんな連鎖的に爆発するよ。ここにいるのはノコブロスに閉じ込められたボム兵たちだボム。これじゃあお手上げなんだボム。ノコブロスのやつ、本当は弱いのに、ちょっとカメクババに気に入られて、いい気になってるボムよ。もともとは平和なノコノコ村の、ごく普通の若者なんだボム。刺激が好きなのも困ったもんなんだボム。どうした、君は、あれか、おっさんなのか？え？なんでこんなところにいるのかって？どうもこうもないわよ。この砦のノコブロスの奴らよ。もともとあたいらはこの砦で働いてたんだけどね。ノコブロスの奴ら。ちょっとクッパの手下になったからって言って、あたいらボム兵をこき使うんだ。それであたいムカついたから、あいつらの横でドカンと爆発してやったのよ。あ、爆発しても復活できる感じなんやね。死ぬんじゃないんや。そしたらさ、ノコブロスの奴ら怒っちゃって、あたいらをここに閉じ込めちゃったの。ここにいるボム兵は、みんなノコブロスの奴らに嫌われたせいで閉じ込められてるってわけなのよ。君はゴビがボムじゃないんだね。全く腹が立つと思わない？まあまあまあ。あらごめんなさい。あたいばっかりが喋っちゃってるね。とにかくさ、あたいらなんとかしてここから出たいんだけど、よかったらあんたも一緒にここから出る方法を考えてくんない？みんなの力になってくれたら、あたいもマリオに役に立つって約束するわ。てかさ、別に爆発しても死なないんだったら、その辺の壁のひびのとこで爆発すればいいんじゃない？あら嬉しいわ。これからあたいとあんたはお仲間ね。よろしくマリオ。おお、なんだ。あ、仲間になったんか。そういうこと。あ、なるほどね。え、めっちゃ使えるんじゃないん。ピンキーが仲間になった。下ボタンを押すとピンキーは少し歩いた後爆発するぞ。ひびのある壁や岩を壊したりスイッチを押したりもできるぞ。ほらほらほら。バトルでは地上にいる敵を体当たりで攻撃するピンキーアタックや、地上にいる敵に大ダメージを与える爆発という技を使えるぞ。めっちゃ役立ちそう。なら早速ここから出る方法を考えましょ。ひびに爆発するんだよ。あ、そうそう、忘れてたわ。マリオの与えの力を教えてあげとかなくっちゃね。あ、じゃああれか、ひび割れのところ、亀キアタックやっけ？あれでいけるんかなと思ったけど、ピンキーの技でいくわけやね。与えの特技は爆発すること。見せてあげるわ。こんな感じにひびのある壁なら多分壊せると思うわ。早速試してみましょう。うふふ、爆発よ。ちょっと待って、先に話聞いときたい。ノコブロスがみんなをこき使うんだボム。1日25時間も働かせるんだボム。何その、1時間だけ多い感じ。こき使われるだけで人生終わりたくないボム。ドカンと一発すごいことをしてみたいボム。目の前で爆発したったら死ぬくない？吐いて。いつまでここに閉じ込められてるのか考えると悲しい気持ちになっちゃうボム。お腹減ったボム。悲しみがだんだん怒りに変わってきたボム。腹が立つボム。早くここから出たいボム。ですよね。不満も。溜まりますよね。え、待って、どういう感じ？え、どうやればいい？え？
ああ、そっかそっかそっか。え、これやっけ。そっか、下ボタンは十字キーじゃなかったんよね、あれ。どういう仕組みかわからんけど、とりあえず爆発しても死なんぽい。どう？わかったかしら？ん？あら？あたい、なんでこんな簡単なことに気がつかなかったんだろう。ねえ。私が来なくても出れたよね。こうすれば最初から出られたじゃないの。あー、あたいってばなんておバカさん。かわいいけど。まあいいわ、とにかく出られるんだし。他のみんなも助かったわ。ありがとう、マリオ。いえいえ。これからはあんたについていっていろいろ助けてあげるわ。期待してね。さあ、まずはこの砦にいるノコボロソをとっちめてやりましょう。